皆さんお疲れ様です。中年へ荻山です。アイリーはるみでございます。今日は中年と新車ね、しかもイタリアのほやほやなやつをお届けしたいなと思います。はい、でお届けするのはマセラッティのレバンテ、そしてグレカーレ。おお、言えましたね。でございます。グレカーレね、はい、どんな SUV なのか早速受付しに行ってみたいと思います。じゃあ今年もお世話になりました。来年もよろしくお願いします。お願いします。受付を済ませた私たちはまずはマセラッティジャパンの方と試乗会参加者でランチミーティング。おいしいイタリアンに思わずボーノさあ試乗車とご対面。今回用意されたのはこの2台。グレカーレとはどんな車なのか、既存のレバンテと比較するとどうなのか。最初に試乗したのはレバンテハイブリッド。他のハイブリッドと一線を画すユニークな存在と言われているんです。このハイブリッドカーは車重が軽く、バッテリーをリアに配置したことで車両の前後重量バランスがほぼ50対50。レバンテハイブリッドはよりスポーティーで喜びにあふれたドライブを実現するために設計されました。インテリアを見ていきましょう。このネイビーがコーポレートカラー、マセラッティを象徴するブランドカラーであるブルーがこういうステッチングで走られてますね。なんかここもこうキルティングの大げさにしなくてシンプルな2本のステッチってところがやっぱ品がありますよね。あ、ここにもマセラッティのロゴが入ってました、うん、ここに吹き出し口もあるし、同じくブルーのステッチが。ほんと広い。冬服モコモコするけど全然余裕でしたね。トライデントがここにもあると。レバンテ、これ自動なんですね。さすが1000万円超えの車を。そしてここにあるのがやっぱいいよね。いつもさ取材とかするとここにいない？あったね、うん、うん。ここだと力が入りづらかったり手入れなきゃいけないけど、ここだとほら、おお、まあ自動だったらもっといいんだろうけど。十分すぎるほど広い、うん。あ、ここ2本ついてるな。よし、だよね。はい。で、4本出てる。あ、マフラー。マフラー。そうだね。GT なんですね。ここはワンプッシュで拭きます。まあこれも綺麗な色。はい、レバンテ GT に乗ってます。で、これが去年の11月に追加で登場したモデルで、直列4気筒にターボがついてて、でさらにマイルドハイブリッドがついてると。でマイルドハイブリッドっていうと、うん、まあなんかスタート時にモーターがアシスト して燃費を稼ぐっていうイメージがあると思うんですけど、この車の場合はまあ普通に走ってる時にモーターの力を使ってまあいわばターボみたいなそのパワーアシスタントとしての役目があるようですと。だから2リッター直4っていうと非力なイメージがあるかもしれないんですけど、これは300馬力以上出てますし、まあ結構でかい車ですけど、あの申し分ないスペックを持ってるかなと思います。インテリア見ていくと、まあシンプルな、こういうとこはピアノブラックって言って光沢のある黒、2進の時計が生きてますね。でこの後乗る車はもう完全にデジタルになってるようで、本当にこう羽坂駅というかそういう感じかな。こういうメーターもまだね、今全部デジタルになってるから、ね、またこう、うん、アナログなメーターがいいよね。でマセラッティってやっぱりこうエレガントでありながらスポーティーなイメージ、それにこういう SUV の車ってすごい合うなと思いますね。ちょっと踏んでみるとこんな感じで何の問題もなく街中の流れをリードするぐらいの勢いで
よりこう高速移動とか、あとは何アウトドアとか、うん、そういうシーンにでより力を発揮するとは思うんだけど、とはいえ都内でも楽しいっすよ乗り心地も結構いいよね、うん、まあ、ヨーロッパ車らしくこう芯がある感じで、ちょっと固めた、そうね、独立してるスイッチだから、そうだね、操作しやすい、そうですね。でも一応ここでもね、いろいろできるみたいだけど、シートのあれとかエアコンとかそれぞれできるんだね、うん、ヒーターベッド、うん、リア車両情報、おお、綺麗な映像ですね。すごい走行時見れるんだ、うん、消えた。ここでアイススポーツ、そう、オフロード、うん、とかね、坂道を登ってるんですけど、これをスポーツに変えると急に活発だね。音も変わりました、うん、やっぱりこうアクセルのペダル踏むのに対してよりレスポンスが良くなった感じがしますね。スポーツモードで、うん、スポーツモードだと、うん、こんだけラグジュアリーで、うん、隣でオギーがこうやって運転してると距離感によっては緊張するけど、うん、乗った感じ結構すっぽりこう収まって、まうん、包まれてる感じがあるからね、安心して乗ってられる。結構この上地横の土手道は古いからガタピシなんだけど、うん、スポーツでもそんなでもないね。そうですよね、確かに。あ、これホテルニューオータニなんだ、うん、ワープシーついでに、あ、ライトがついてる、待って、ここがやっぱり SUV ってさ、みんなこうポルシェ系、はい、かアウディ系、うん、もしくは BM の X 系、さらにレクサスとか、あとまあ国産でもね、ハリアーとかエクストレイルとかいろいろあるけど、マセラティの SUV っていうのももうやっぱこれで結構長く作ってきてるから、なんかこうあんまり意外性がないというか、いい意味でね、うん、乗ってて違和感ないよね。まあ、今やフェラーリですら SUV を出す時代ですからね。ですね、ね、マセラティの SUV だってもう完全に市民権を得てるというか、こっちがもう本当に本流なんじゃないかっていう印象すらあるよね。コーナリングはどうですか？どうだろうね、今ここのところちょっときつめのがあるから、そして、あ、いいよ、いいね、いい、体が振り回されない、うん。イタリアの車って乗るとすごいテンションが上がるのよね。うん、でアルファロメオもこういう SUV タイプを出してるんだけど、それとこのマセラティの違いは何かっていうと、やっぱこう内装が割とシック方面に振ってるってとこかな。だから本当年齢増した50オーバーの人が乗ると、うん、エレガントでシックであれだけど、乗ってる本人としてはやっぱイタリア車のハンドルとアクセルをね、操ってるからすごいこうテンションが上がる。そういうのもちょっとこう若返りの、うん、秘訣じゃないけど大事なことだよね。大事なことかなと思って、走り出す時は、うん、ここのフックを押しなボタンを押しながら下げるだけ、で止まる時は P を押してさらにこれで、うん、特に光ったりしないんだね、うん、でもここで今サイドブレーキを引きましたって、でエンジンスタートストップはこっちです。ここのステアリングの右下にありました。はい、はい、運転するわよ。じゃあ行ってきます。じゃあまずはシートの位置を、ブレーキを踏んでシートの座面の右側にプロポジを合わせるスイッチがあるんで、スイッチを押すします。はい、はい、でブレーキを踏んだまま押しながら一番下にやると、はい、ドライブ右を見ながらウインカーは左です。あ、ウインカーは左です。輸入車は左なんでね。あ、初めてだ。いきます。ウキウキドライブ行ってきます。はい、
で、じゃあ信号を左に行きましょうか。はい、あら、全然素直に乗れちゃうわ。走り出しが気持ちよかった。うんと。スーッと。女性でもそんな力いらない。うん。うん、後ろのシートはめっちゃ広いですよ。さすが5メートルのね、ボディ全長の車なんで。全然余裕ですね、足元。うん、めちゃくちゃ広い。結構ね、上も高いから。うん、サンルーフはどうなんだろうね、これ。ガラスも開けた。うん。ちょっと緊張するからガラス閉めとこう。はい。なんで緊張するの？なんとなく外の余計な音が入ってきたら気を取られる。声が聞こえるから。そう。わー、素敵。初めてだ、マセラティ。うんと。するの。このシックなブラックと。シルバー、そのエンブレムがいいよね。ねえ、天井もアルカンターラで。でちょっとアクセル踏んでみな。で、あの信号左なんで。おお、気持ちいい。もう視野も広いし。そうね、 SUV だからこう高さがあるんで、視界がいいんですよ。まあ、紅葉も綺麗で、いいわ。はい、お金。こんにちは。ありがとうございます。はい、どうも。こんな、はい、発進。すごいね、リアシートのシートベルトも今時は警告が出るんだね。でもこれ全長5メートル超えてると思えないぐらいの、なんか本当？うん。じゃあちょっと駐車してみようか。まさかそこ言われると思わなかった。じゃあ駐車してみようか。そうだよ、お姉さんやってくる。さっき言ったもんね、5メートルを感じないって。駐車しよう。やります。お、ね、止まって。あ、このまま駐車しますんで。わかりました、はい、どうぞ。はい、はい、行きますよ。バックは、1、後ろの感覚つかめてるね。はい、いいんじゃない。はい、これ。はい、完璧です。で、押すだけ。うん、P を押す。P を押す。で、さっきのブレーキのところを、はい。で、エンジンを切る。はい、感想はどうですか。いけましたね。ちょっと駐車ドキドキでしたが、すんなり一発目から乗れちゃいました。なんか後ろも結構エグゼクティブな感じよ。ここには独立式のドリンクホルダーが2つ付いてます。いや、かなり広いよ。ここには USB のケーブルとシガーソケットで、エアコンの吹き出し口とエアコンのスイッチ系があると、この車は MC20 が出る前に登場してた車で、まあ元々あったマセラティのギブリとかクアトロポルテをベースにしたものですね。で、MC20 っていうのが出て、マセラティっていうのはやっぱ会社のブランドを変えようとしていて、その SUV バージョンがこれから乗る車なんですね。これは古いとは言わないんですよ。まだ出ても間もないし。ただやっぱり新しくなっていくのを次の車で感じられればいいかなと。で、この車はやっぱ古き良きマセラティの匂いがまだまだプンプンにあるなと感じました。まあ、それを代表するのがその時計ですね。値段がまあ1200万円。カイエンとかね、その辺の、1個上のクラスの SUV かなと。で、その中ではまあ、求めやすい金額なんじゃないかなと思うし、今時のマセラティはそうそう壊れないんでね。グレカーレは毎日が格別というコンセプトのもと、ラグジュアリーとイノベーションを融合した SUV、 優れたパフォーマンスとユニークでスタイリッシュな流線型のデザインと上質な内装が特徴です。子どもの送り迎えや通勤といった日常生活におけるさまざまなシーンにおいて快適に使えるサイズも魅力です。
車両本体を800万円台にしたけど装備を落としたわけではないと語るマセラティジャパンさん。メルセデス、アウディ、BMW の女性のお客様からのお乗り換えがあっても不備のないような設定、価格というのをすごく意識しましたとのことです。グレカーレのエキステリアを見ていきたいと思います。ここは伝統のエンブレムで、ここもまあそんなに変わった感じはしないよね、うん、でもやっぱ変わったなと思うのはこの目だよね、うん、さっきのレバンテはもうちょっとこうさシュッとした感じだったけど、これがまあマセラティの伝統的なサイドのインテークで GT で、ドアもドアノブがこうあるんじゃなくて、これもやっぱりあの電気なんでスイッチでポンと開くと、後ろも同じですね。でここにエンブレムがありますと、まあ本当まだ見慣れないせいか一瞬どこの車かわかんない、グレカーレで、ディフューザーもちょろっとついててエンジンは4、はい、このブロンズっぽいマットのボディカラー、はい、これも自動です。自動です。この車はアルファロメオのステルビオっていう SUV と、うん、あのプラットフォームを共有してるんですね。あのジョルジョっていう名前なんですけど、ただステルビオよりもちょっと電池は長いのかな、ホイールベースが長くして、それはまあやっぱり荷室をちゃんと確保するために大きくしてるそうです。床下にバッテリーを敷き詰めて、電気自動車もこれから出てくる。そのマットってなんかこう爪を立てないからちょっとビクビクしちゃうよね平気なんだろうけど。日本のラインナップはこのようになっています。なんでわざわざ乗りに来たのに一番下なのよって話になっちゃうかもしれないんですけど、2リッターの GT エンジンが2000回転で450ニュートンのトルクを発生させる、もう今やエンジンの大きさ気筒数じゃないのよっていうのがよくわかる車なんです。つまりそれは何がいいのかっていうと、街中での急発進、まあ結局街中ってストップアンドゴーが多いんで、できるだけ低い回転数でパワーを出して、まあ街の流れをリードするみたいな考え方がある。で低回転でパワーが出ればその分あの燃料も使わないんで燃費にいい。そう、ライトを光らせてほしい。つ、はい、いてない。ついてない。タッチパネルなんてことあるかな。ないよね。グレカーレのライトが、あ、これだ、はい、ついた。ライトをつける際はここの一番左のこの マークを押すとオートポジションライトオンと、でここに P とかがありますと、これは知らないとつけられないですね。はい、じゃあブレーキを踏んでですね、ここのステアリングのここにエンジンスタートストップスイッチがありますと、でかかりました。はい、で次に何をするかといったら、ここに PRND とあると思うんですが、これがあの、まあ、セレクターボタン、ここにない代わりにここに全てあると、こう押すと今ドライブが入ったと。パーキングブレーキはここにあるのでここなんですけど、おそらくドライブに入れると自然にリリースされるんじゃないかなと思います。で、あとはもう普通に向かを切りながら、よいしょ、これエンジンはさっきのとほとんど一緒なんですよね。直四のターボでマイルドハイブリッド、ただね、やっぱこっちの方がなんかパワフルな気がする。特にこう街中乗ってる時には、ただ下から多分ねトルクが出るようにあの変えられてんだよね。これは全部デジタル。そうだね、さっきのよりちょっとだけコンパクトなのよね、うん、さっきのは5メートル超えだけど、これは 4.8 メートルぐらい。走行のモードを変える時はここですね。こう分かりやすくていいよね、うん、でもちろん表示がこう出るので、あ、こっちも変わりました。あ、本当だ、ここに出るね。だから GT モード、コンフォートモード、オフロードモード、ここでできるってのはいいよね、うん、視認性が高くて。時計までデジタルだ。これね、でもね変えられんのよ、いろんな、
すげえ。多分時計でいろんなのがあるんじゃない？これでもスポーツ、デザイン、クラシック。うん、最近のさ、あのタグホイヤーとかさ、その手のスマートウォッチもいろいろこう変えられるんだよね。へ、持ってる間に使いこなせる自信ないよね。ほんとエアコン関連ぐらいでこれだ。うん、でもまあこういうのいろいろ変えられるっていうのもこれからの車の楽しみなんだろうね。レバンテよりもなんかやっぱりパンチがあるような気がするな。よりスポーティーな感じ。あれでもう十分かなと思ったけど、こっちはさらに出足から力を感じるな。小さく軽い印象かな。よりスポーティーなのはこっちなのかな。でもレバンテも良かったな。あれしっとり落ち着いてて好みだね、これは多分。うん、見た目もまあコーツつけがたいよね。ああ、見た目はすごい難しい。例えばさ、ポルシェのカイエンとマカンってなんとなくこう共通したイメージあるけどさ、うん、これはもう本当に MC20 の顔してるじゃない、うん、でさっきのレバンテはこれまでのギブリとか、あのクラシックなマセラティのデザインをこうオマージュしてる。例えばサイドのエアテイクとかさ。ただこれはなんかもう本当に新しいよね。だってこの時計すらさ、もうデジタルに変えちゃったぐらいだからさ。このグレカーレっていうのは、あのマセラティのお約束で、また風の名前です。だからマセラティは風の名前か、もうそのまま見た目、例えば4枚ドアがクワトロポルテ、はい、とか、あとはサーキット上の名前とか、あとは数字を組み合わせたもの 3200GT とか、うん、だからこれはまた風シリーズなんですね。ちゃんとこう歴史を紡いできてる感じもいいよね。でこれのライバルがやっぱりポルシェのマカンになると思うんですけど、まあマカンもね、サイズカイエンより小さくて乗りやすいし早いしいいんだけど、やっぱみんな同じの乗ってるのつまんないよねっていうへそ曲がりは世の中にいっぱいいるんで、で僕はそういう人こそ愛したいなと思うんで。ああ、でもやっぱいいね、こういうハンドリングがなんか素直で。静かだね、あんまり聞こえない。マイクで音を拾って出してるから、車外はもうちょっと勇ましい音がするのかも。この中は静かすぎるぐらい、うん、ちなみにドアを開けるのもこれ自動ね。あ、でこれがバッテリー上がっちゃって壊れちゃったり、あの開かなかった場合にはここに一応手動のドアノブはあります。一応ここにこう、これ押すと、あ、上が消えんのね。ハザードもやっぱもう物理スイッチ押さないように押してるじゃん。押した押してたピートで、ここでストップと、で降りる時にはここで自動と。では絵画館までよろしくどうぞ。承知しました。一応あそこにスピードが出てるのに。あ、出てるんですね、うん、スピードだけ。スピードとあと制限速度も出てる、ね、うん、あー、なんかやっぱ乗ってくるとどんどん馴染んでくるな、はい、さっき運転させてもらった感じだと、うん、やっぱ大きい上手ですね、運転。ありがとうございます。すいません、生意気に。いえいえ、嬉しいです。はい、よかったです。ありがとうございます。
セラティは好きなブランドなんですよね。じゃあ、アリちゃん後ろから払ってもらっていい？はい。こういう時にそっち側にいると便利だね。はい、2000円です。いやこれ迷うね。その値段が300-400万違うわけで、まあ大きさかな。だからそうですね、大きさとデザイン、どっちが自分の使うのに合ってるか。乗ったら両方いいもん。最高です。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうですよ、踏み出しからスーッと馴染んで、こんなラグジュアリーな車を自分が運転してるんだって、なんか不思議な感じ、感覚になりましたね。でも普通に運転できて、うん、だからマセラティというとなんかちょっとこうスーパーカーで、そう、普通の人が手に負えないんじゃないかって思うかもしれないけど、うん、愛理ちゃんみたいなオートマ限定で普段は軽自動車に乗ってる人でも全然問題なく運転できた、はい、であと問題なのはそれに払えるだけのお金があるかどうかっていうところで、ね、はい、マニーがだから皆さん、あの世の男性の皆さんで欲しいなと思って、ただ奥さんがいや大きいんじゃないのとか、マセラティとか派手じゃないとかって思う意見があるかもしれないけど、こういう女子目線もあるんでね、ぜひあのこの部分の動画を切り抜いて奥さんに見せてあげてください、はい、というわけで2022年も本当に多くの方にご覧いただき、中年と新車もそうだけど中古車の方も、はい、また引き続き来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。良いお年を。良いお年を。